空飛ぶトランクの差し絵空飛ぶトランクは、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの童話の一つ。空飛ぶカバン、飛行カバンなどの題名もある。本作品は、子供のための童話新集、第二冊に、パラダイスのその、コウノトリと共に収録され、1839年10月にコッペンハーゲンで刊行された。本作品の物語の筋はデンマーク語訳されたペティド・ラクロワの物語集。 1001日物語の中のマレクと尻根、王女をもととし、若干の修正を施し文体を変えたものとなっている。ある豪商が死に、その息子が財産を継いだが、息子は派手に金を使い毎日遊び暮らしたために、やがて財産は尽きてしまう。身につけるものもなくなった息子に、親切な友人がトランクを与えた。そのトランクには、これに何か詰めなさいと書いてあったが、 詰めるものが何もない息子はトランクの中に自分が入っていった。するとトランクは空に舞い上がり息子を乗せて遥かトルコまで飛んでいった。トルコでは王のお姫様が悪い向こうを迎えてしまうという占いが出たためお姫様は外に出ずに城の高いところに住んでいた。息子はトランクを使ってお姫様のところまで飛んで行き自分はトルコの神様だと名乗る。 息子は、お姫様に求婚し、お姫様はそれを受けるが、別の日にもう一度来て、王と王妃に面白い話を聞かせるように注文する。息子は面白い話を考え、約束の日に王と王妃にその話を聞かせると、彼らは大変面白がり、お姫様との結婚を認めることとなった。婚礼が決まり国中でお祝いが始まると、息子も何か、お祝いがしたくなり、 花火をたくさん買い込んで、トランクに詰め、空の上で打ち上げた。そして、婚礼の日、息子がトランクでお姫様のところに飛んで行こうとするとトランクは、花火から出た日で丸焼けになっており、お姫様のところへ飛んでいけなくなった。今でも、お姫様は、屋根の上で、息子が来るのを待ち続け、息子は世界を巡る語り手となったが、常日のような、面白い話は二度としなかった。 ありがとうございます。